小日古墳小双子古墳は、群馬県前橋市西大室町にある古墳。大室古墳群の一つ。1927年4月8日、隣接する後、双子古墳と共に、国の史跡に指定。墳球町38メートルの前方公園墳で、主軸を北東131度に向けている。墳球は二段構築となっている。 噴球の一部は地山を削り出して造成され、吹石は施されていない。噴球の周囲は縦型の堀が巡らされ、堀を入れた、長さは44メートルに達する。テラス面には80から90本の円筒派庭列、前方部長には人物を中心とした、軽承派庭列、公園部長には機材を中心にした、軽承派庭が配列されていた。あと、 双子古墳とほぼ同様の東西軸を持ち、作られた時期も同じ頃で、ご双子古墳と関わりの深い人物の墓と考えられる。大室古墳群整備の際、小西古墳は、墳球の残りが良くなかったため、築造時の状況を復元し展示する資料を得る。目的で全面的な発掘調査が行われた。現在は調査結果をもとに築造時のように墳球に、 埴輪が樹立された状態に復元されている。半地下式の無袖型横穴式石室である。石室は、明治時代に洞窟を受け、天井部分が破壊されていたが、全長6メートル、奥壁幅1.8メートル、高さ1.8メートルと復元されている。ガラス製小玉14、近藤製耳輪3、自家刀3、通す1、鉄属10、弓金具9、 すえきいが出土した。石室前面からは六世紀後半の特徴を示す、はじき付き8とすえき、ていへが出土している。石室両側からは、焦土が検出され、午前祭祀が行われたことを伺わせる。前橋市教育委員会編、前橋市、大室古墳群前双子古墳、中西古墳、五双子古墳、小西古墳マイナス、二千十三年国、 指定文化財等、データベース文化庁 ABCD 前原豊埴輪が林立する小双子古墳、東国大豪族の異性、大室古墳群、群馬、新泉社、2009年。ありがとうございます。